はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。今日のテーマはですね、眉間のシワの改善方法ということで、はい、シンプルにこれですね、眉間のシワといったらこれです。はい、眉間のシワの改善方法なんですけれども、基本的にはですね、数美筋になってくると思います。数美筋ですね。はい、数美筋っていうのは、この眉毛の下にあってピーッとあるやつですね。このように挟んで上下に動かすというやつです。詳しいやり方はですね、もうすでに何本も撮ってるんでもう分かると思うんですけど、はい、眉毛というか、目の周りのむくみですねを取る方法というので、こういうのがありますね。これになると思います。はい、で、この眉間のシワっていうことなんで、この鼻根筋ですね、この鼻根筋も動かせれば動かした方がいいのかなという。あんまりやらないですけどね、鼻根筋っていうのはここに縦の筋で入っている筋肉があります。でこいつを挟んでですね、横に動かすんですけど、そこまでこうコリコリは言わせれないんですよ。ちょっと平べったい筋肉なんで、そこまで動かせれないですね。ちょっと擦る感じに近くなっちゃうのかなっていうところになります。はい、で大体眉間のシワが気になるんですよっていう人は、おでこが硬いです。この辺がむくんでてガチガチになってるんじゃないかなと思います。はい、まあ質問がね来てたんですけど、その眉間のシワに関してね、来てたんですけど、まあちょっとね、状態が分かんないんで何ともあれなんですけど、はい、この眉毛の上のこのおでこですね、おでこも硬い方がおられるので、今までの経験則でですよ、おでこと、はい、はい、なんでおでこのシワを改善するってこういうのがあります。この皮膚を寄せていってね、こうやるやつがあるんで、でこのピタッと、ほら、ピタッと右と左がピッとこうつくと思うんですけど、これができないっていうのは、非常に硬くなってるっていうことなんで、むくんでる状態ですね。なんで眉間にシワもより安くなってますんで、まずこれができないんだったら、できるように柔らかくしていってもらったらいいかなと思います。はい、そういうことですね。で、眉間にシワが寄ってる人のほとんどは眉間にシワ寄せる癖がありますんで、すぐこうするんですね。はい、感情表現の時に眉毛をこう動かす癖がある方が、今まで、僕が見させてもらった中では非常に、多かったです。はい、なんでそういった癖もね、見直していただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、本日は、眉間のシワの改善方法についてお話ししました。はい、チャンネル登録まだの方はこの辺のボタンを押していただいて、またコメント欄にですね、質問ありましたらどんどん書いてください。それじゃあ失礼します。